皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダイングライトザフォロウィング遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ストーリークエスト周回、これがね出たんですね。なんですけどもサブクエがね結構溜まってきてるんで、これを消化していこうかな。どうしましょう。ちょっと待ってね、この人は Hey Pollard, I'm thinking about heading to Erkan's farm. You're crazy, mister. That's suicide.Let me be the judge of that. Besides, the bandits might target this place next. Let them fucking try. After what they did to that girl, there won't be no mercy. Well, if you feel that way, then why wait? Why not take revenge right now? Don't get all high and mighty with me, mister. We are angry, true, but we are not crazy. You want to get yourself killed? I think I can handle some thugs with guns. I heard you might be able to help me. Jazeera said you worked at that farm? Work there I did, true.If you really do want to go there, follow the wall and go east of the entrance. There's a hole in that high wall. You could probably use it to sneak in. 農場へのスニーキング。あとはね、渇水、ポンプ場でまたなんかあったようだ。ジャシール。Jazeera, what's wrong? What's going on? We don't have a clue. Everything seemed all right, and suddenly people started feeling sick. I hope you'd know something about it. I don't, but I'll see if I can figure out what's going on. またポンプ場行くんかい？もうやだよ。そしたらこれ行こうかな。奇妙な物音。郊外の祭壇付近にある井戸あたりで発情期の猫か泣いてる子供がいる。どっちでしょう。結構遠いな、おい。まあいいや。結構遠いな。さあ車乗って危ない。で、向かっていきます。何メートル？1キロ。今のはまずった。ホマーか。待って、ここにあいつがいる。なんだっけ、肝臓の人。よし、やったんじゃない。いや逃げてんな。ちょっと待って、どこ行った。全く見えない。どこ行った。こっちか。ボルター、待ってね、こいつをちょっと、もう待って、やめろ。結構そっち行ったね。全く邪魔が入った。うまいなこいつ。よし、さあやったよ。ちょっと待って、邪�な連中引き殺し。肝臓、よっしゃ。で帰る。よしよし。あいつ逃げんの結構うまかったね。ここはどこだい。この町か。おいで、そっちの方 200m。 待ってね、フックショット。
充電して。もうちょいかな。100m。 よし、物資を回収し、おそらくそこに井戸があるはず。これか。中に入って、よし、危ない。待って、結構深い。どこ、なんだここ、子供の痕跡。こいつは出た、スクリーマーか。よし。Is that a child crying? Fuck, what is this? 絶叫すんだよね。子供が一人だけでここで生活していたのか。大量の缶詰。そしてランプ。協力していた人間がいる、どっかに。もうちょっと。どっちだ。残り空気半分。よし。そして、さらにこっち。一体どこにつながってる。まずい、ここ息継ぎが。よし。一応ついたっぽいね。洞窟の中、ハンティングタワー。ゾンビ。ただ強くはない。アルコール。痛い。そしてこっち、もうちょっと続くっぽいね。行きましょうか。さらに奥へ。こっちは行き止まりですね。
これまずったかな。一旦潜って急いで。息継ぎができない。これはねちょっとまずった説。もうちょっともうちょっと。いや、うん、セーフ。一旦息継ぎして、よし。全く分からん。どうなってんの？んで、こっちか。こっちで合ってるよね。よいしょ。よしよし。だいぶ長い距離移動してきたよ。そしてどっちだ。ね、待ってね。そっちか。こっちか。Listen, please. Oh, Christ. ジーヤ。ヤガ。Shit. Okay, I'm listening. There, in there, that's my child. Don't let him die of hunger. Don't let him suffer. 死んでしまった。自分の子供をずっと生かしておいたのか。愛情ゆえに殺せずにいた。で、探検とコーヒー。だからこのお父さんがずっと缶詰をね運びに行っていたんですね。さあ、これで一応ミッションクリア。ノーフ。普通の人間か。ノーフ。ナイスクロスボウ。You boys hunting something? Yeah, a goddamn monster that's been stealing our food. I shot it, but it ran and hid in this cave. Did you not see it in there? Probably for the best, since it was wounded and all.モンスターを撃った。よしと、これで一応問題は解決。そしたらね、戻っていきましょうか。あいついるし、ゲロちゃん。あいつの毒強いんだよな。地味に。そこにも。もう一発。いや、さらにもう一発。よし。そう、海はね、こんなに美しいのに。ほいで、どうしましょう、どうしましょう。車がない。ウェイポイント、こっち、こっち行こうか。そっちは橋。どうしようかな、変なとこに来てしまった。どうやって帰りましょう。最寄りのセーフハウス。
これどこですか。町の外。よし、だんだんと戻ってきてる。一旦登っ、なんだ、敵、上に敵か。どうしようかな。3人。よし、最後にこいつ。よし、あぶねえ。ライフル、弾くれ。ライフル取って、よし。ショットガンは、ショットガンはありません。空っぽ。ピッキング非常に難しい。よし、さあ何でしょう。収穫用のナイフ、あんまり強くはない。ガソリンも空っぽ。なんとかね、そっちの車に戻っていきたい。そっちはボルター。 400m、 ひたすらにこの岩場、これを抜けて、これはね、どうすんだこれ。こっち行く？これさっきんとこ？ちょっと待ってね。ここはなんだ？これは、巣に入ったボラタイル。これは無理だ。これは死にます。困ったね。さあなんとか戻ってきました。ブーブーまで 100m。 痛い。よし、戻ってきた。そうしたらお家に帰ります。待って、さあ帰ってきました。よし、降りて、まず肝臓をどうぞ。Desir got you a bolter liver. The hell are you doing? Get away from me with that stink. There's a barrel behind the barn. Go put it there. 臭くてたまらん。樽の中。どっち？そっち？農場の隅っこに樽。こいつか。Oh, God, the smell. よしと。そんで再び離していく。入れたよ。Okay, it's in the barrel. Thank you. And please, if you get more, just leave them in the barrel. That stink is just unbearable. I'm in danger here. I beg you, brothers, help me. なんだ。ポンプ場。そしてさらにサブクエ。分かれ道。
皆の者、サビットが持ち込んだ根っこの黄色い植物を大切に取っておくように。彼の身に何が起きたのか見当がつかないからだ。So you know, Jazeer. Who's this Sabbat? He was supposed to get you guys some medicine? Yes, yes he was. He was bringing us fresh herbs every single week. But we haven't heard from him for too long now. I know, he's probably dead, but we can't be sure. You don't know the man. He wanted to become one of the Faceless. He wouldn't let himself get killed easily. Well, any idea where I should look for him then? And what about those fevers? You still need some herbs, right?He lived in a hut out on that rocky island. And yes, he always kept medicine there. Just be careful. If something's got to stop it, it's no laughing matter. 敵は相当手強い。そして、Tell me about this Sabbat guy. Before the outbreak, what was his job? 情報くれ。He was a forest ranger, a proud and brave man. Always said he feltBetter in the company of animals than people. Yeah, I think I know the type. So he was a natural fit for the Faceless? No, that idea came later. He wasn't a believer at first. It was only when he received the Mother's blessing that he decided to help her achieve her goals however he could. And that's when he started bringing you medicine? Taking care of some of the needs of our community, yes. And he still lived in the hut? That's quite a commute, especially on foot.And that's what was special about Sabbat. He just wasn't afraid. Not of monsters. Not of the dark, even. He wandered around in the night as if it were nothing special. Thin line between bravery and madness, huh? 暗闇すらも恐れないサビット。そしたらね、ラザロ、エズギと話す。これを話して終わりにしていきましょうかね。エズギ。こう入って、で上か。あれ、違うな。ガーメン、listen to my story, Mr. Yeah, I'm all ears. It's a beautiful story about.Pride, prejudice, war, and peace. It starts in the olden days when people still were honest and true. And there were... こいつは何でもないっぽい。アイテムもなし。首振り人形。エズギ、こっちか。いたいた。Hey, Eski, that's Erkan's daughter, right? No, that's not her. That's what's left of her. She was the happiest person I'd ever known, but.Now. I'm sorry, but she's, conscious, right? Conscious, yes. But the longer she lies there, the more I feel like she just doesn't want to live anymore. When she was still speaking, she told me they hurt her and her mother. They shot her brother in the face, Kyle. Made her watch. All right, I'll take care of it. They won't hurt anyone else. Yeah, of course. Sorry. I just think I've heard it too many times before.敵に報復する。さあそしたらね、今回一旦こだわりにしてまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント高評価チャンネル登録あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダイングライトでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。